画家。画家は、絵画を制作するものの総称である。日本画や洋画など、画風や画材、作成スタイルなどによって、様々なタイプの画家が存在する。画家たちで形成されるコミュニティ、社会を画壇という。画家は、現代においてこそ芸術家であるが、ルネサンス期やそれ以前においては、絵を壊れて描くという基本行動からして、職人であった。 さらに遡ると洞窟壁画などを描いたものにたどり着く。この壁画制作者は後世に当時の様子を伝える記録者であり、また同時に観察者でもあった。ただし壁画を描いた当時のものに観察者や記録者という意識があったわけではなく、なぜ彼らが絵を描くという行為に臨んだのかという疑問には不明確な面が多い。その一端には、 原始宗教における儀式的な行為として、食料となる狩りの獲物を描くことによって、これを安定的に得ようとする意図があった。死者を弔う際、葬られた者が寂しくないよう墳墓、古墳などの内部に装飾を施したり、呪術的な力で魂を導いたり復活を願った、などの推測が考古学の研究でなされている。この分野では、 落書きのような本来重要性のなさそうな壁画からも重要な情報が見出される。それらの壁画は当時の風俗や風習、生活様式から気候、風土などを知る重要な手がかりとして役立てれている。中世の社会では権力者の娯楽や、あるいは宗教の権威の象徴的事物として描かれた宗教画などが職人としての画家によって描かれていった。 偶像崇拝を禁じなかった宗教においては、盛んに聖書など教典を題材とした宗教画が制作されていた歴史が見出される。この時流によって画家は宗教家やその宗教を支持する権力者が求める絵を描き、その意向に沿った絵画を制作することによって手厚く保護されていた。近代以降、絵画それ自体が財産としての価値を持ち得るようになったため、次第に 画家は絵を描くことで対価を得ることができるようになっていった。この価値観の変化に伴い、従来からある絵画、記録としての絵画、装飾や娯楽としての絵画などの他にも、画家自身が求めるテーマで絵画が制作されることも着実に増加していく。著名な画家は、スポンサーの意向による制約から脱却して、自身の芸術性を追求するまでになっている。 産業革命以降、絵画の制作に必要な画材が大量生産により、安価に入手できるようになっているため、実技を伴わない趣味としての画家も着実に増加している。日曜画家、休日に絵画を趣味として描く者も,も、同時代に前後して登場。アンビルソーや、ポール・ゴーギャンのように後世に名を残す者も,も、現れている。ここでは、絵画の制作者の器具や技法、 組織の発展について述べる。まだ人類が狩猟と最終のみで暮らしていた時代に、ラスコー洞窟やアルタミラ洞窟などで非常に描写力の高い壁画が描かれていた。これは捕獲対象の鳥獣を詳細に記録し、大量を願う意図で描かれたと推定されている。これらは目に見えるが、ままの図像を得る目的のみのために描かれていたため、写真技術が発達した近代になって、 ようやく確認された装飾獣が走る時の足の動きまで正確に描写されていた。この頃は現在の高性能カメラとしての役割を画家が果たしていた。これらの壁画は自然の洞窟の壁面に土、墨、血液、樹液等から作った顔料、絵の具で動物の体毛、樹木の枝、指などを用いて描かれていた。こういった記録は しばしば、これらの時代の周辺の気候を含む、自然環境を知る内容を含む。例えば、サハラ砂漠の足しりなジェールにある二万点に及ぶ、岩絵は、その地でなされた人の営みを通して、どのような土地であったかが描かれている。絵が最初に描かれた約8000年前には、水の豊かな緑の土地があったこと、その地で狩猟を行っていたことが示され、泳ぐ人の姿も描かれた。 さらに時代を下って、約6000年前にはさらに土地は豊かとなり、牛の牧畜が営まれていたことも伺われる。しかし約4000年前には、次第に地域は乾燥化に向かい、残った湿潤な土地を求め争いもあった様子も描かれ、2000年前には、ついに砂漠化、ラクダが描かれ土地は、厳しい乾燥に見舞われたことが伺いで、同時代を最後に、この祝いは描き続けられなくなった。 人間が社会を形成し始めた古代においては、社会のうちに分業という概念も、発生、権力者や宗教といった、概念の発達から、次第に、呪術的意図と、並行して、美術装飾としての画家の活動も、古代墳墓の壁画土に見出されるようになっていった。しかしこの時代の絵画で現存するものは限られる。反面、文字の発生に先立って何らかの意図を図画で記録する。 様式も強まり、墳墓壁画には当時の祭時期など人間の生活を捉えたものも数多く見出されている。また、社会の発生は人間の活動の多様化も発生させたが、その中では、ポンペイの例に見るように装飾壁画として現代の絵画にも通じる美術性が当時確立されていたことが伺われる。社会はより複雑化、国家などの形成に伴い、 権力者のもとに莫大な富が集約されるなど、社会構造がより巨大化していったが、その過程で職人としての職業画家が対等し始めるようになる。彼らは、権力者、あるいはその権力者の庇護を受ける、宗教家の求めに応じ、大規模な作品を制作するようになる。この時代において、宗教施設、城塞などの軍事拠点、権力者の生活空間を彩るものとて制作された、 絵画が現存している。この時代以降、優秀な画家は、無名の職人ではなく、名の知られた芸術家としての地位を築くようになっていった。近世においては文業家も、信仰、美術家としての地位から、時の支配者層とも対等に扱われたり、絵画制作場所としてアトリエを構えるなど、一定の社会的地位を獲得している。ただしこの当時のアトリエは、 美術活動の場というよりも根源的な工房としての性質も根強い。この時代において画家の活動も組織化され、アトリエでは指定関係にある画家の集団が肖像画のような記録映像としての絵画から装飾美術的な作品まで幅広く手がけ、抽象的ないし象徴的な絵画も数多く制作されるようになっていった。 西欧を中心としたルネサンスのような美術にまつわる社会運動も発生している。近代では美術絵画は、確固とした社会的地位を得て、美術の様式にも様々な方向性が発生している。社会が産業革命を経て豊かになっていった。この時代、絵画の制作は、職人や芸術家だけのものではなく、趣味としての活動にも広まりを見せ、 さらには広告など大衆文化にも影響を与えるような商業美術も盛んになっていった。この時代においては過去からの膨大な美術的資産に基づいた伝統的技法からいわゆる近代絵画に象徴される流派も発生するなど多様化が進んでいる。現代において画家は職業人としての画家、芸術家としての画家、あるいはイラストレーターに代表される 商業美術を手がける、より大衆的な存在、また趣味性によって、絵画を描くことを楽しむもの、あるいは、漫画のような娯楽作品を制作する、漫画家など、様々な類型を内包する概念となっており、さらにオタク文化と連動して、自身の趣味性から、漫画の延長的な独特の技法を用いた、イラストレーションを制作するものなど、その類型は、無数に存在する。 趣味性に立って描いた絵をインターネットなどを通じて発表する者もいて、中には子供の落書きのようなものから、動人活動によって所定の知名度を獲得する者、その中から職業として収益を上げる者まで登場するなど、様々な活動の形態を乱出すことが可能である。印刷技術の発達から出版物のみならず画材や制作環境として、 パーソナルコンピュータが利用され、最初から電子化されたデータとして様々な方面での利用が見られ、業務用の高性能プリンターからプリントアウトした画像は安価に入手可能な芸術作品としても扱われる。またコンピュータゲームなどにおいても映像表現としてのイラストレーションが取り生まれており、人気画家が作画に参加している作品に人気が集まる。事例もあるなど、紙や キャンバスなどに直接画家が絵画を制作していた時代よりも複製しやすく大衆が作品を目にする機会もより増大しその大衆が支払う対価を商業的に集約して画家に多くの著作料が支払われるなど権力者や有力者がパトロンとなって一点一点制作していた時代よりも画家個人がその表現能力で大きな財産を獲得しやすくなっている楽しく ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。